おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のズイです。このチャンネルでは、この小型のマイクロビット、マイコンのマイクロビットですね、見る、測る、考えるをキーワードに動画を撮っているチャンネルです。最近はですね、理科好き集まれということで、理科が好きな中学生、高校生、高専生、大学生に向けてですね、実習っていう形式で、お届けしています。3週目は、ちょっと複雑なことを説明しましたが、4週目の以降の基礎になることなので、それを、さらっと見ていただいて、4週目からは、特に if 文というか、条件判断ですね。コンピューターに情報を与えて、その情報に基づいて、右に行くのか、左に行くのか、人間でも考えますよね。今こうしたいから、この時はどうしよう。そういう判断の基本になるものをやっていきたいと思います。では、4週目の1回目ですので、4週目をやっていくにあたって準備になるようなことをしていきたいと思います。まずは、インターネットのブラウザーですね。この動画では、Chrome っていうブラウザーを使っています。で、この Chrome のブラウザーを使ってですね、まずここに、ここで検索してもらってもいいんですが、なかなか見つからなくなったので、もうここにダイレクトに半角で microbit.org と打ってもらって、エンターを叩く方が、検索してリストの中から探すより迷わなくていいんですね。で、これは Chrome の、最近はもうこう自動翻訳が、もう日本語になるような設定になっているみたいで、私もそのようにしています。で、日本語で作ります。本当はこんな、ね、英語の画面なんですけど、もう英語であれば日本語にするっていう風な設定にしています。で、これの中のコーディングしようっていうところから、プログラムのメイクコードエディターというので中に入っていきます。で、いろんなプログラムを作ってきてるわけですが、今日は新しいプロジェクトということで、新しいプロジェクトの中に入ります。で、入るとですね、まず名前を付けておきましょう。今日は、ちょっと入力という、という名前を付けておきます。で、このようにですね、名前を付けると、どうなるかっていうとですね、名前をつけると、このフォームに戻ったとき、この画面に戻ったとき、もうここに名前がついて保存してます。だから何かあって、画面閉じちゃったとしても、またこのフォームに来ると、これ名前ついたのがあるので、これクリックして入り直す。今は何もないので、変わり映えしませんけども。で、何をしたいかっていうと、先ほども言ったように、この教科書に基づいて3章、4章とやってきてます。多分5章か6章ぐらいまではこのノリで行かせてもらえたらと思ってますが、この本で言うと3章のプログラムの流れの分岐というお話になります。で、プログラムっていうのはいつも同じことばかりするんじゃなくてですね、条件、情報、データに従って、どっちに行こうか、どういうふうに処理しようかっていうのを考えるんですね。それをやっていく、プログラムの流れをこう切り替えていく、分岐していくっていうのがこの3章になります。で、命令的には if 文ってなるんですが、それはマイクロビットで言うとですね、この論理という部分になります。ここに条件判断ってありますけども、この if、もしっていうのが、よく C 言語等で言われる if 文って言われるんですけど、if っていうのはもしっていう英語なんです。けどもそこから来てます。で、このブロックを使って、条件分岐していくんですが、実はですね、このマイクロビットっていうのは、いろんなこうボタンを持ってるんですけど、普通のコンピューターのプログラムを勉強するときっていうのは、このインプット分っていうか、数値を入力して、で、その数値によって、じゃあ偶数だったらどうしますか、奇数だったらどうしますかみたいに、必ずこういう本のですね、最初の方に条件分岐させるために、
なんか数字を入力してくださいみたいなブロックがあるんですね。で残念ながらマイクロビットはキーボードから数字ね、あるいは点キーから数字を入力することができません。だからこう、この条件分岐するときの勉強がちょっとそういう意味ではしにくいっていうかね、っていうので、今日はここに名前入力ってつけたのは、ちょっとその数字を入れる代わりの動作を作っておこうと思います。で、入力っていうので、ここの中にありますね。マイクロビットがいいのは、このボタン、A ボタン、B ボタン、でそれから AB ボタン同時に押すっていうのがあるので、まあ、これでですね、数字、1から9の数字が入れれるようにしておこう。で、ゲームで握るときはどうですか？こう数字を上げ下げして、で、両方のボタンを押したら決定みたいな感じがいいですかね。どうしましょう。まあ、両方のボタンを押したら決定っていうことにしますか。でも、決定っていうボタンは、マイクロビットにはいらないのかもしれないですよね。何かこう、こういう C 言語とかだったら、インプット分で5って入れただけでは、プログラム、コンピューターの中に入らないので、エンターキーっていうボタンをパンと叩いてですね、これで数字入れたよっていうのをコンピューターに伝えるんですが、マイクロビットのこの A ボタンを押せばもうそれで数字は変わって、その数字を記憶しているので、なんかこれで決定だよっていうようなボタンはなくても、画面に出てる数字で表現できるのかもしれません。まあそういうことで、そうですね、A ボタン、B ボタン押せば、それぞれ数字が1から9まで上がっていって、で、上がっていって、9まで行くと0に戻るみたいな形にできればなと思ってます。で、いきなりこう、ね、A ボタン、B ボタンっていうので、こう、プログラムを作ると難しいかもしれませんが、これを何回かに分けると、それだけで2、3回になりそうなので、まあ、ちょっともう、ここまで来てますから、一挙にちょっと難しくやってみようと思います。まず A ボタンが押されたときは、こっち側の数字が0から9まで変わる。で、B ボタンが押されたときは、こっち側の数字が変わる。で、最後、AB ボタンが押されたら、AB ボタンが押されたら、その、AB ボタンが押されたら、こっちの数字とこっちの数字を足して、ここに書くっていう風なプログラムをいきなり書いちゃおうと思います。で、本来は、この本の if 文ですから、論理のことをしないといけないんですが、どこかで出てくると思う。まあ、特にですね、こう、0から1、2、3、4、5って増やしていくときは単調でいいんですけど、9の次は10になるんですよね。10になると、もう0に戻してあげないといけないので、そこで少し変わった動きになると思います。はい、どこまでできるか、頑張っていきましょう。まず、変数を作らないといけないですね。A ボタンを押したときの変数を、半角で A としておきます。で、最初は0にしておきたいので、最初だけ A のところに0を入れます。同じ要領で B が欲しいので、B も入れましょう。B も0にしましょう。で、計算したやつが A たす B。A たす B っていう変数名は作れないと思います。思います。やったことない。多分ね、こういう足し算の記号とか入ってると本来ダメなんですけど、できちゃいますか？できちゃいますね。エラーにならないみたいにできちゃいますが、ちょっと A たす B じゃちょっと紛らわしいので、紛らわしいので、C にしますね。計算結果は C に入れるというふうにします。で、これで C も、
ね、C も0にしておきましょう。これで、まず、どういう順番でいきますか？まあ、A から作りましょうか。とりあえず分かりやすく、A から作っていきますね。A を作りましょう。と、ボタン A が押されたら、一つだけ増やしましょう。何をですか？ A を増やします。A を一つだけ増やします。で、増やしたら、その数字を書きましょう。ということで、A を書きます。これでいいですね。これで一番基本的なところができます。A を押すと数字がどんどん増えていって、5、6、7、8、9。で、10になると、2桁になると、こういうふうになります。なんか2回も3回もしれない。今11になります。で、こうならずに、10になったときに0に戻したいんですよね。だから分かりやすく、もし、まあ、一つずつ増えていって、論理の中ですから、これですね。何が正解だっていうのはないんですよね。だから A が、まあ、大きくなった、小さくなったでもいいです。けど、もう分かりやすく、1ずつ増やしていって10になったらイコールですね。10と一緒になれば等しい。ね。この等しいっていう概念もなんか小学生で教えるとすると結構難しいのですね。と、方程式的にね、考える。まあ、ちょっといらない話します。A が10になったらここで1つ増やします。で、その時は A を0に戻してやるわけですよね。こういうふうにしておけば、A がぐるぐる回るはずです。2、3、4、5、6、7、8、9。で、0に戻ります。1になって。で、これで A ボタンを押せば、ぐるぐる回るようになりました。はい。で、次、どうするかっていうと、これをコピーしてですね、これをもう B にしちゃいましょう。同じブロックだと、A が2つあると悩んじゃうので、黄色くなります。で、これを B にします。これ B にして、この中に入れて、で、B の時は B の変数ですね。B の時は B の変数。B の時は B の変数。B の時は B の変数。こうすればいいかっていうと、これどうなりますかね。A を押すと1、2、B を押すと1、なんかややこしいですね。3、4。で、B は2なんだ。で、これを2桁でここに表示したいなということにします。で、2桁表示は3章でやりましたね。ここの中に何て入れるんでした ?WHA と入れてもらって。で、検索、このボタンを押すと、ここに水色のやつが出てくるんですね、これね。なんて読むか未だにわかりませんが、とにかく2桁フォントっていうふうに私は説明するときに、2桁出すための機能を拡張します。で、すると、2桁の引き出しが出てきます。で、最初に入れといた方が処理早いのかもしれませんね。で、これで2桁表示ができるようになるので、これで2桁表示に、こう、変えましょう。でもちろん、これだけじゃダメなのはなんとなくわかりません。これをこうしても2桁になるだけで、実質的なことは変わってませんね。こっち側に、こっち側に A の値、こっち側に B の値を出したいんですよね。だからどうするかっていうと、見た目は、こっちが10、A を押したら10の位が増えて、B を押せば1の位が増えてっていうことなので、ここでちょっと計算してやらないといけないんですよね。と、これで少し計算をしてあげて出すようにしましょう。A を10倍します。これで10の桁になるんですよね。A を10倍して、10倍した後に、10倍した後に、1の位として B を足してあげましょう。
これこういう順番になるんですよっていうのも2章、第3週でしたっけ、第3週の時に説明をさせてもらっています。 B は打ち込んでもダメなんですね、変数だから。 B が出ないなと思うんですけど、 B はここから取ってた。でこれで A を10の位にして B を1の位にして足したやつを2桁表示としてやると、どうなんですか。こっち側を押すとこんな風に変わりました。なんか自分で作って喜んでますが、なんか面白いですね。こんなに。で、同じ要領でこっち、これやめて、これを右クリックしてコピーしてここに入れてやると、 B ボタンを押すと3、こっち側が1、ね、5っていう風になります。これで5たす5をやって10ってここに出したいんですよね。で、その時使うのが AB ボタンで、この時に初めて足し算をしましょう。足し算をした結果は C に入れるんですよね。だから C にするっていうブロックと計算のブロックです。計算のブロックを持ってきて、で A と B を足しましょう。ここで右クリックして複製ができます。 A をね、でここで右クリックして複製ができない、クールダウン、ここでですね、複製を、これで A 足す B になって、ただ足したよっていうことがわからないので、AB ボタンが押されたら足しましたよっていうのを出しましょう。B をこの辺にずらして、全部。足したよ。ちっちゃく出しますか？大きく出してもいいと思います。ちっちゃく足したよ。としましょう。で、これで A 足す B がされたので、この計算結果を2桁表示してあげて、と、と変数 C ですね。変数 C を表示してやると、これでできたんじゃないですかね。で、AB ボタンを押すと2たす2ですから4で、なんかこう戻った後前の数字が残ってるね。4たす4は8。なんかここまでできてくると今度はだんだん欲が出てくるんですよね。これで B を押した時になんかこんなになるの嫌だから0に戻そうとかね、なんか いろんな欲求が出てくると思うので、その辺もちょっとせっかくですから、これで計算した後は全部0に戻しましょうか。全部0に戻しましょう。で、最初は0を表示しておきましょう。0をというか C をね、右クリックして C を読み出すブロックを追加しようってやると C を引っ張り出せます、ね、こうしてやると再起動すると最初00から始まります。で A ボタンを押すとこれで2たす1ですね、やると3と出ます。で次こっちを押すと1000に戻ってます。なんか2桁以上になるようにしていきましょう。あと11ね。っていう風になりました。入力、どっちかっていうと足し算にした方がいいかもしれないですね。足し算をするプログラムができました。なんか 2章のプログラムみたいな感じですね。これの四則演算のプログラムみたいになってしまう。まあ、ちゃんと、このボタンを押したときに、この if 文が入るって、ここになんか if 文脇役になっちゃいますけど、if 文が出てきてるので、まあ、こうやって
経営の時が10になった時ゼロ戻す。で、それ以外の時は普通、何もなかったかのように素通りするっていう形の if 文です。一番オーソドックスな if 文で作ることができました。はい。今日は4週目の1ということで、なんか2回ぐらいに分けてもいいかもしれない内容ですね。ちょっと盛りだくさんでやりましたが、まあ、中学生以上ということなので、まあ、時間かけて、今日の中身は時間かけて理解してもらいたいなという部分です。と4週目、プログラムの分岐ということでやっていきます。まあ、それの1回目で、if 文、一番簡単な形ですね。A が10になったら、B が10になったら、それぞれ0に戻しましょう。というふうなところに、いいと思いました。今日もご清聴ありがとうございました。